はい、いや、いい汗かきましたね。そうですね。私、背筋がね、ピンとなりました。確かになってますね。どうですか。今だけじゃないですか。でもまあでもいいことですよね。はい、いい経験をさせていただきました、これね。はい、はい、なんでこんなあくびが出るんだろう。いいんでですかね。いい感じです。体が伸びたり呼吸が深くなると、ね、すごい素直ですね。体がもうすごい、いい感じに伸びてこうリラックスしてるので、はい、ちょっとこんなに眠いんですか。いいんですいいんです。副交感神経、じゃあちょっと皆さんお願いします。いやいや、あなたの番組でしょ。はい、私の番組でした。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。中島文江大先生です。いえいえ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私はもう今日脱力感のままなので、今日は、はい、正義の味方を中島文江先生にお願いします。私ですか。はい、私がなれるのかな。いやー、あくびが出る。ちょっと待ってくださいよ。どうしよう。我々はもう世代的にストライクの世代で、僕中学校の時にポスターを僕の部屋に飾ってましたね。ありがとうございます。はい、嬉しいな。まさか初めてお会いしてヨガを教えていただくっていうことがね、そうですね、30年後ぐらいにもあると思わなかったです。当時もありがとうございます。ご縁が、ね、僕生まれが、はい、オブセっていう。あ、本当に、はい、長野県の、はい、長野ですよね。そうなんです、多分近い、長野電鉄の。そうです、そうです。はい、本当にで生まれたんです。育ちは練馬区ですけども、はい。そうですか。お二人とも、ね、練馬区、練馬育ち。あ、僕は神奈川県で生まれたんです。今練馬に住んでる。そうなんですね。はい、そうなんですよ。すみません。練馬大根さんのそれこそいろいろ知りたいです。どういう。いや、知らなくて大丈夫です。知らなくて大丈夫です。いやいやいや、大丈夫です。中島さんで。はい。このね、そうですか。というか、私はもうとにかく。長野県が生んだ。思い出の味か、はい、嫌でも嫌な思い出でも素晴らしい思い出でも涙する思い出でも。ああ、もうね、はい、思い出の味って言われたらすぐ思い出すのがもうお味噌。うん、まさに長野の長野市だからってすごく私、はいはい、そのお店の横の町なんですけど、はいはい、お味噌とかがすごい美味しいんですよね。まあ、お野菜もリンゴとかフルーツも、はいはい、やっぱり。農家だったので両親が共働きでおばあちゃん子だったので、もうおやつとかが、その味噌のおにぎり、あ、いい、もうね、美味しいんですよ。俵の、はいはい、普通に俵にしたところに味噌をまぶすだけの、もうそれがね、大好物。今食べたい。美味しいですよ。あ、もう忘れてました。やらな、それを忘れちゃうんですか。あ、でもカレー丼も一応食べたんですけど、そっちの味噌の、いや、美味しいんですよ。話飛びますね。本当にね、それがもう未だに大好物。未だに作ったりもするんですか。もう本当に、うん、お家でたまに食べたくなって、はい、お味噌をね、まぶしてこう、お味噌を周りにまぶす、周りにつけるだけ。やっぱり違うんですね。そうなんですか。え、普通とかお味噌をまぶすことってあまりない。ないですよね。はい、確かにそうか。いや、すごい羨ましい。本当にリッチですね。いや、もう本当にね、何にもない時に、まあ、本当に食べて、あと逆に、はい、食べたことあるかもしれないんですけど、はい、味噌、はい、油味噌、あ、ちょっと焼いてご飯を、はいはい、それでなんか油味噌みたいのを入れて、やっぱそれもご飯なんです。やっぱりご飯、ご飯のおかず、うん、ご飯のおやつっていうのが多かったですね。あ、でもおやつ、おやつならがっつり食べるんですね。ご飯おやつに食べるんです。でも全然太ったことないですか。いや、でもやっぱ学生時代は割とよく食べて運動もしてたので、はい、今よりは体重もあったんですけど、まあ運動してたんでね、結構太ってるっていうよりは体格良かったですね。はい、私も運動してたけど75キロぐらい。75キロ。何やってたんですか。卓球です。本当ですか。なかなか卓球でふくよかな方ってあんまり見たことないですけどね。負けさんって細いイメージがあるんですよ。いや、もう大デブでした。本当どうやってやってたんですか。食べることが大好きになったから、こうして今日も野郎ラーメンやカレー丼食べたり、ガトーショコラ食べても全然大丈夫。逆になんで今そんな痩せてるんですか。そうなんです。逆さヨガのおかげですよ。2年間やってなかったら一緒じゃないですか。久しぶりにやったって言ってた。いや、もうマインドです。あ、マインド、はい、私はアイシンクなんですけど、アイシンク、
I think, if you love food and appreciate it, food will love you and appreciate you. So you don't gain weight. Wait. Wait. 全然わかんない。だから食べ物を愛して感謝すれば食べ物からも愛されて感謝されると思うんですね。そうすると自分たちの体にも食べ物から愛が入って何を食べても太らないと。そうそう愛になる。そうです。でもふみえさんみたいにそうやって昔の思い出の味があるって思いながら食べてると太らないはずです。感謝が。嬉しい、ね。気持ちの問題です。はい、そうそうそう。気持ちって大きいかもしれない。大きいと思います。そうなんですね。すごく大きいと思います。でうちリンゴも作っててリンゴ園なので、はい、もうリンゴもね美味しいんですよね、あの辺の。美味しいですよね。食べたい。リンゴもおかげさまでちっちゃい頃からずっと食べてるんですけど、嫌いにならず、よくね食べ過ぎると嫌いになっちゃったりとか、ね、その好きだからきっとあれなんでしょうね。間違いないです。それで感謝の気持ちがきっとあるんだと思います。それですよ、嫌いになれず。本当に未だにね、お味噌もリンゴも大好きなので。素晴らしい。それってふるさと高校ですね。いや本当に でも出てみると余計に分かりますね。そう本当に分かります、ね、はい。まあ、皆さん、じゃあそれこそ最後の晩餐何が食べたいですか。出た、すごい気になるんですけど、特にね、負けちゃなんてもいろいろ食べて ね、いろいろ何が皆さんの最後の晩餐、まずじゃあ多分カットされると思います。そうですよね。我々の最後の晩餐、ね、絶対興味ないですよね。聞きたい聞きたい聞きたい。何ですか。でも僕お茶漬けが大好き。ちっちゃい頃から、はいはい、お茶漬けで、うんうん、普通に、はい、普通にお茶漬け。練馬大根は。僕大根があんまり好きではない。あれ誰だよ。嘘でも好き言ってけ。はい、おでんでもあんまり大根食べないんで。いや美味しいだろ、おでんの大根。お茶漬け、シンプルにお茶漬け、わかるな。僕も普通にあの焼き鮭定食みたいなのがいいですね。あ、できれば味噌汁は豚汁に変えたいんですけど。おちょっとリッチに。そう、最後の晩餐っていろいろありなんですね。そう、定食的なのありなんですよ。なんでもいい、まあ、定食なんです。まあ定食場では OK としました。ありがとうございます。そうですね、僕はまさかです。私はね、あれなんですよ、あの卵かけご飯。ああやっぱちょっとしょっぱめの、わかります。美味しい白米の。あ、やっぱりお米なんですね。お米ですね。ご飯ですよね。玄米もやっぱり、でも主人はやっぱり健康党なので玄米なんですよ。あ、私も最近酵素玄米を。マギエちゃんなんですか。私あの申し訳ないことに、その最後の晩餐の2日前に決めていいですか。じゃないと多分今言っても気持ちが変わりそうな気がする。今でいいですよ。今の気持ちでいいですよ。もう今日、もう今日が最後っていう。今もうその味噌のおにぎりと あとフカヒレの姿煮と、ね、あと麻婆豆腐と、まあ、いろいろ食うの。サバの煮付けと、あと切り干し大根の煮物と、あと三つ星キャビアと、あとアボカドの、アボカドの醤油漬けと、あとトマトの、すごいいっぱい出てくる。フルコースじゃないですか。絞ってください。あとカンガルーのローストと、カンガルーの馬肉のカツと、あとすごいね、よく出てくるね、すごいね、やっぱり。あと、まあ、チキンのマリアージュ。すごい、やっぱり。あ、もういいと思います。もういいです。もういいです。大丈夫です。最後の晩餐、ビュッフェに行ってますよね。そうですね。ね、それでいいです。それでいいです。ビュッフェ。でもやっぱりね、あの、はい、人それぞれですね。本当好みってね。うん、そうですね。あ、でも人それぞれでちょっと思い出したんですけど、はい、なんで結婚なさったんですか。そうなんです。畑で出会ったんですよね。それが衝撃的でした。え、畑で、しかもあのシェフが来るって聞いてて、あ、シェフが畑に来るなと思ったら、もう、ね、してると思うんですけど、はい、ああいうちょっとロッカーみたいな、はい、ミュージシャンみたいな人が金髪できたので、金髪なんです。あ、って思って、はい、畑ってどこの畑。あの種屋さんのトマトの農園の、畑で出会ったんですか。そこの畑で出会って、あの西村ゆかちゃんっていうあの野菜ソムリエの子が、はい、私と両方共通の友達で、うんうん、あの興味ある畑って言われて、私も実家長野で巣穴でリンゴやってたんで、はい、あるあるあるって言ったら、うん、素敵なシェフが来るのでって言って、たらあんなのが来たんです。ギャップにやられちゃいましたね。だから
あの本当に夜明けたらね、ちょっとまた雰囲気、いや昼間の仕事場にちょっとギャップのあるちょっとミュージシャンみたいな方が、確かに畑なんかね、あの麦わら帽子の感じのイメージの人が来るような、ちょっとシェフっぽいこうなんか勝手にこうね作ってたイメージがあったので、そのギャップでも真面目ですごく熱心にすごい仕事、じゃあトマト畑だったんですか。それはね、あのトマトの種屋さんでしたね、なんか、いろいろ種を持ってるところの。でも一目惚れみたいな感じだったんですか。なんかでもその時はまだあの、ね、仕事でやってたので、あ仕事すごい真面目な方なんだななんて思ってて、そう、そんな感じでした。それでどれぐらいで結婚に、でも結構もう出会ってからはそうですね、結婚までは半年ぐらいでした。早かったですね。プロポーズとか聞かないんですか。自分で聞きづらいですよ、我々からは。プロポーズ何だったんですか。いやでもね、旦那さんの、うん、はい、プロポーズっぽかったのはなかったです。ただし、出会ってからは結構本当に高校生みたいな恋愛で毎日会ってましたね。2人でもお忙しいのになんか会いたくなっちゃう。あら、うわあら素敵。もうお腹いっぱいですよ。すいません。もうなんかでも恋愛ってそんな感じなんですね。勢いっていうか、そんな、結婚とかってそういう。毎日仕事が終わってから、うん、後になんか飲んだり食べたり。寝不足ですよね。だからそんな感じですよね。でもあの時も結構年齢いってたけど、なんかそのエネルギーがね、そのやっぱ好きってエネルギーがあると、寝不足でもみたいな。これどこまで突っ込んで聞いていいんですかね。全然突っ込んでください。一人暮らし同士ですよね。そう、それでね、その時はまだ、主人は、あのそれこそね、なんかあの、まあ、私とは再婚なの で、 うん、そんなこともあったりして、なのでちょっと今頭の中で想像がですね、はい、いろいろ出てきたんですけど、はい、旦那様はもう別れてる時ですよね。だから離婚、あのちょうど別居中みたいな、そういうとこだったみたいですね。ああそんな時で、だから本当に、何年前ですか。もうでも10年ぐらいになります。喧嘩ってしないですか。最初はしたけども、しなくなりましたね。あのやっぱりこういい意味でアーティストなので、すごいボルテージも結構アメージングですよ。もうよく多分マキエちゃんの方がよく知ってると思うんですけど、いやだからどういう結婚生活なのか、なのでもう気持ちよく仕事してもらうために、あ喧嘩になりそうだなと思ったらもう、私がちょっと言葉を控えたり、喧嘩にならないようにするようにしました。昔はね、知らない時はこうお互いに感情のまま言っちゃうと、そうすると結局お互い嫌な気持ちするじゃないですか。もう本当にあのだって喧嘩したらもう離婚とか言って言うぐらいの人なんですよ。で私はそれわれで 寝ないで悩んで、朝起きるともうケロッと忘れてたり、だからこれはちょっと付き合ってこう同じ乗ってったらまずいなと思って、でもそれでも続いてるのがね、やっぱり愛ですね。一応ね、なんか愛ね、やっぱ尊敬してますね。まあそれが大事なのかもしれないですよね。そうですね、お互いね。でもその最初の頃はじゃあ、やっぱりこう言葉に買い言葉じゃないけど、ね、そうするとどんどんお互いにこうね、言葉もどんどん言っちゃうじゃないですか。でまたその離婚なんて言われて、みたいに。一緒に住んでる中でですよね、はい、一応朝ごはんとかも一緒に食べるんですか。そうですね、なんか食べる時もどっちが料理作るんですか。一応私が、大した料理じゃないすごいシェフに料理を作るって。全然料理できないんですよ。いやだから楽みたい。なんか料理できる人の方がやっぱりあのシェフに作るのって緊張しませんとか言われるんですよ。全然できないんで、もういや別にあの気にしない、そもそもがそもそもできないんで、あの朝食べるんですね。なので玄米は冷凍したり、ちょっと納豆、卵とか、そういうものはあの明太子とかちょっと出来合わせの、あとすぐできるものはこう買って、あでも朝食べるんですね。食べたいっていう時はありますね。でも毎回食べるかとそうでもないし、しじみちょっと冷凍してすぐお店に。いやもうマニュアルを作りました、その、同じものでした、なるほど。でもまた旦那様新しくお店
作られたじゃないですか。そうですね、行きたいんです。もうもちろん行かれてますよ、ね、行きます。すごい、ぜひ来てくださいね。え、行きたい。あ、一緒に行きましょう。ねえ、ぜひ行きたい。旦那さんにサプライズで行きたいな。ぜひぜひ。これ見ないで旦那さんとりあえずこっそり行くから見ないではちょっと分かんないですけどね。カットしてくださいの方。いや、カットしなくても、いや、行きたいですね。喜ぶと思います。結構、はい、月曜日からもうほんと金曜日までね。え、もうちょっと最後に私へ の、 あのエール。ずっときつかったので、この人生がもう毎日が逆立ちな感じだったので、もうそうですね、はい、はい、そんな中、はい、いろいろお仕事もね頑張ってられると思うんですけど、その、はい、結婚願望みたいなのあるんですか。もちろん結婚したい人がいれば。ああ、じゃあ、ね、42いいじゃないですか。きっと私も遅い結婚なので、私41なので結婚は。あ、でも40、初婚ですか。私初婚です。あ、なので結婚願望があるんであれば全然42っていうのはまだまだ、うん、でももう43になりかける感じが、うん、だと思います。なので、はい、お仕事も、ね、出会いも、どんな出会いが、ね、王子様がいるか、ちょっと楽しみじゃないですか。いや、ちょっとどうしたらいいですか、ね、なんかちょっとなんか丸くなって感じこれ腹に入っちゃった。本当ですか。ミノムシみたいですね。可愛いですね。あ、じゃあ、うん、そっか、まあ、結婚、うん、そうですね。でも YouTube で募集したらいいんじゃないですか、ね、あ、未来の旦那様は。ここでじゃあ逆さになりながら、はい、どうですかね。いいと思いますね。なんか、はい、出会いって本当にどこでどう、本当に畑かもしれない。そうですよ、どこで出会うか、ね、本当にこればっかりはね、なのでちょっと行った方がいいですよ。出会いを、ね、求めてるとか、はい、その特に求めてはない。あ、求めてないんですか。求めてない。むずいな、ちょっと求めてないけど結婚求めてるというか、あの自然に自然に、うんうんうん、自然がいいですよね。あ、なるほど。ナチュラルで、ね、来られても困る、はい、なるほど。いや、困るわけいや、でもね、うん、だってどうでも人が来られたら大変じゃなかったですか、今まで。でも何でしょう、どうしてました。タイミングって本当にあるんだなと思いました。え、今まで結婚しようと思った人何人ぐらいいましたか。やっぱりね、その年までにはありましたよ、何回か。実家にもね、それも行ったこともあったけども、やっぱり結婚には至らなかったので。結婚って本当にタイミングとその勢いっていうじゃないですか。そうですね、いや、本当そう思いましたね。勢いとタイミング、全然まだまだ分かんないですよね、その辺は。ね、うん、お二人は結婚。僕はね、はい、僕は結婚してます、はい、すごい、はい、そうなんですね、はい、大最近マンション買いました。すごいじゃないですか。35年ローンですごい。75歳です。大丈夫か。すごい、いいですよ、一家の大黒柱 ね、 ね、大事大事。小さい大根はまだなんですけど、ね、あ、はい、そうなんですね、これから、まだ、はい、2年ぐらいなんですけど、ね、はい、いいですね。すごい、ちょっと勇気が出てきました。ちょっとね、大丈夫かも。いや、でも本当にこんな売れてない芸人でもね、結婚できますから。はい、はい、はい、じゃないんです。はい、まあ、間違ったですよ。でも芸人って別に本業じゃないんですもん。はい、いやいや、本業ですよ、これ。え、本業です、はい。本業？はい。普段どうやってする？え、そこ、あ、でもそれ、カメラ回ってないとこで。そうですね。わざわざカメラ回ってるとこで聞くことじゃない。人生相談に乗ります。あ、ありがとうございます。乗っていただけるんですね。はい、どうやって生計を立ててるかと、はい、ちょっと、じゃあ、後でこれ終わったら話します。はい、今日、中島文江さんの回です。そうです。我々関係ない。我々ね。はい、いや、でもなんか10年結婚生活か。おかげさまで、本当におかげさまでって感じですね。今はもう夫婦愛ですか。そうですね、もう本当に健康でって感じですね。元気に仕事してほしいっていう、はあ、そういう気持ちですね。ましてはこういうコロナ禍でいろいろ考え方みんな変わりましたよね。いや、そうですね、そうですね、はい、家ででも真面目に2人で話すこともあるんですか。だからコロナになって本当に一緒にいる時間が多くなっちゃって、はい、うん、話す、だから話せて嬉しかったですね。やっぱり話せるってことは、ね、やっぱりこうちゃんと意思の疎通とかいろいろ話し合えるっていう、うん、大丈夫ですか。
いい話してるところで何やってるんですか。あれこれどうだったんだろう。これね足出しちゃえば、そうですね、起きれるかもしれない。今いい話を聞こうとしたら全然です、全然です。だからなんかいろいろ向き合いがざるを得ない状況になりますよね。なるほど、ね、だからそのでも本当にウゲちゃんすごい素直だからもうこうちょっとつもうって言うんですか、あのなんかそういうやっぱり料理家の人ってね、私の主人見てて思うので、そういうところで、ね、いやあのタイプの方はあの世の中にいないと思います。分かんないですけど、園山さんも多分そうだと思います。なかなかいないタイプですよ、ね、なかなかこうあの飛び抜けた感じですよね。いや、そうですよね。いや才能だと思います。あの、はい、私もうミジンコに見えますよ、多分。その旦那様とそんなこと並んだら、ま、私もミジンコです、本当に。今度また機会あったらご紹介させてみます。どうも。というか、じゃあ最後、旦那様に愛のメッセージ、そんな番組そんなそんなもう、うん、せっかくだからすごいふりされますね。いやきっといいと思いますよ、まあでもそうですね、はい、まあきっとね見てらっしゃいますから、うんうん、はい、いいな、本当感謝してます、ありがとうございます。いやー今ジーンとしました、本当にもうありがとうございます。嬉しいよ、私も本当そう思います。我々2人で練馬に行くんで、はい、はい、じゃあ今日は初めて園山さんにもお会いしまして、はい、中島さんにヨガを教えていただいてひらめきました、はい、お我々、うん、おでん大根に改名します。いやしませんよ、いややめて、いや拍手じゃないしません、しません、この方がいいです、この方がいいです、しっくりきますかこれ。いやいやあんまり、まあ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 、あ、もう素敵、それ1個つくだけで全然違う。違いますか、うん、はい、じゃあ、あー、いい、ね、どうですか、この番組初めてハートマークですか。はい、はい、今日の私の、皆さんとご一緒させていただいた素晴らしい感謝の気持ちです、ありがとうございます。素晴らしい、おー、すごい、すごい、ヨガ、はい、すごい、うん、私たち良くなりましたということで、わ、すごい、さすが、あげんちゃん、いや、本当にすごいですね、すごい、いや、かぶってます、かぶってます、これ顔出してもうちょいちゃんと、そういうとこちゃんとしましょう。でもこれ、はい、さっきからこうやるとなんか、はい、危ない危ない危ない、火炙りの刑になる、火炙りの刑じゃないの、火炙りじゃないか、ということで本当にありがとうございます。素晴らしい、すごい、お後がよろしい、ね、素晴らしい、よかったです。ちょっと考えます。ちょっと、はい、頑張ります、はい、まだまだくじけないでください、はいはい、そうですね、一、まあ、回ダメと言われたからといって、うん、諦めない、そうですね、はい、スタッフから頑張ります、はい、そうです、はい、あ、そう、それ